ペンタックスの写真レンズ製品一覧ペンタックスの写真レンズ製品一覧はペンタックス旧極光学工業がリリースしたレンズ交換式カメラ用の写真レンズ関係の製品の一覧であるペンタックス当時極光学工業においての交換式レンズ製品は光学性能だけではなく新旧レンズ群の互換性も重視されており 同系統の開放速攻対応マウントであれば、同じレンズを、さらのオートフォーカス機と過去のマニュアルフォーカス機でも、開放速攻で使うことが可能である。シリーズ名の変更は主にコーティングの変更、シリーズに合わせたデザインの変更であることが多く、またマウント側の機能と、ボディ側の機能が、必ずしも同一ではないので注意が必要である。ペンタックス、当時は、 極光学工業初のカメラ製品は、レンズ交換式一眼レフカメラであるアサヒフレックスで、あった。そのアサヒフレックスは、日本初の 35mm フィルムを使用する一眼、フカメラであり、日本の一眼レフカメラの歴史はそこから始まったと、言ってもよい。その専用交換式レンズより、ペンタックスの 35mm 版用写真レンズの、歴史が始まる。 当初は車内に交換写真レンズ設計者がいなかったため、光学設計は外注によるものであったが、自社設計するようになり、世界初の多層膜コーティングである、スーパーマルチコーティング、SMC を開発するまでになった。一方、レンズを装着するマウントであるが、アサヒフレックスより、レンズ側に、おねじ、マウント内頸部に、目ねじが切ってある、いわゆるねじ込み式マウントが、 長期にわたって採用れていたが、その構造上レンズ装着時の定点に個体差があり、カメラの鋭意、e、化の要求の高まりに伴って、レンズ、ボディ間の連動が容易に実現できるバイオネット式マウントが求められた。極光学工業も早々に水面下にてバイオネット式マウントへの移行を見据えて、研究、開発に着手しており、中盤カメラである67で初めて、 バイオネットマウントを導入し、35mm 向けも、K シリーズからバイオネットマウントを採用した。特に、35mm 向けのマウントを、K マウントと呼び、その後の AEAF 化やデジタル一眼、レフカメラにおいても引き続き採用しおり、フィルムと CCD、あるいは CMOS という観光媒体の違いは、あっても 35mm 万用レンズの使用が可能である。 ファイ 37mm スクリューマウント。ボディとの連動は全くない。まだ逆望遠型のレンズ設計手法がないため、広角レンズに乏しい。あとプラクチカスクリューマウントボディに使用できるアダプターが無償配布され、手動絞りで使用可能であった。タクマーの名前は創業者の弟で、写真家のに由来する。 一覧についてはお参照のこと、ファイ 42mm スクリューマウントである、プラクチカマウント、以降は、P マウントと記述用レンズ群。S レンズ、S は、スクリューイコールネジより由来するとも呼ばれ、アサヒフレックス専用マウント用レンズ群に引き続き、タクマーブランドを冠された。専用マウントを採用したアサヒフレックスとは異なり、当時すでに世界標準マウントの一つであったマウントが、 採用されているため、同マウントであれば、他社のボディにも使用可能である。マウント変更の理由は、光景の拡大と輸出を考慮したためであった。光景の拡大によって、光角設計の自由度がマッシュレンズのラインナップも豊富になった。また、アサヒペンタックスシリーズ機が世界的なヒット商品となったため、タクマーの名は世界に知れ渡ることとなる。マウント構造の単純さと、 精度から P マウントのレンズは、黎明期の一眼レフカメラの普及と進歩に貢献したが、カメラ技術の進歩により、極光学工業も早々に、水面下にて、バイオネット式、マウントへの移行を見据えて、研究、開発に着手しており、K マウントシリーズからバイオネット式マウントに移行している。しかし、現在も P、M42 マウントレンズ、K マウントへの純正。 マウントアダプター系が提供されており、デジタル機を含む、K マウント機のボディで、トーレンズ群を使用することが可能である。また、国内で入手がたやすい M42 マウントレンズとして、トーレンズを他社のプラクチカマウントのボディに装着して使用するファンも、いる。初代、アサヒペンタックス用レンズとして登場したレンズ群で、ある。ボディ側との連動機構は、一切なく、手動絞り。 あるいはプリセット絞りなどの全マニュアル操作。半自動絞り機能を実装したアサヒペンタックス系の対応レンズ群として登場した。手動絞りから一歩前進し、シャッターレリーズと連動して設定値まで絞りが絞り込まれ、撮影後レバー操作にて絞りを開放まで復元させる方式。完全自動絞り機能を実装した。 アサヒペンタックス S3 と共に対応レンズ群として登場した。シャッターレリーズからの一連の工程である絞り込み、絞り開放復元操作までが全自動化され、ようやく現代のレンズの絞り込み機能が形となった。ボディ側のファインダー像は、シャッターレリーズによるミラーアップ状態時を除けば、常に開け状態なので明るくなったため、合焦操作性が大幅に向上された。 一部にスーパータクマー名ながら SMC が施された個体があり、スーパータクマー2と通称される。解放速攻機能、絞り優先オート露出機能を実装したアサヒペンタックス ES の新機能に連動する対応レンズ群として登場した一部に新機能、未対応レンズあり。この P マウントの限界まで突き詰めたシリーズ最終レンズ群は対応ボディである ES。 レシーと共に次世代のバイオネット式マウントへ切り替える契機となり、今日まで続く SMC ペンタックスレンズ群のひな型となったが、その引き換えにこのレンズ群の未極光学工業の独自企画品となってしまい、他社の P マウント機種では完全自動絞りレンズとてしか機能せず、ユニバーサルマウント用レンズとして最も重要な要素の一つである完全互換性を失ってしまった上、 構想がありながらも互換性を重視するあまりバイオネット経営マウントへの移行が遅れた。コーティングはアメリカのオークライオプチカルコーティングラボラトリーインクとの技術提携により最大7層膜に及ぶ独自の多層コーティングであるスーパーマチコーティングが施され、色調の補正、逆光性能、透過率の大幅な向上が図られ、 多層コーティングといっても2層が常識であった1971年、当時の工学工業会で大きな話題を呼び、その後のコーティング技術の躍進に大きな影響を与えた。また、スーパーマルチカッテッドタクマー表記のものもあるが、距離リングのデザイン以外同一である。レンズにホタル石や溶融石英等、ガラス以外の素材を使用し、 可視光域以外でのピント補正を不要にしたレンズ。カメラレンズへのホタル石の採用は世界初だった。バイオネット式マウントである K マウントを採用した。マウントの口径が 42mm から 45mm へと拡大されたことによってプラクチカ M42 マウントでは不可能であった 50mMF1.2 など明るい大口径レンズの開発が可能となった。また、 バイオネット式を採用したことで、レンズ装着時に定点が固定されたため、開放速攻や絞り値優先自動露出も容易になった。また、初めから基本的な連動機構を備えていたため、互換性を保持したままで、機能の追加された拡張マウントが後に登場することとなる。大ヒット商品であった、P マウント機からのマウント変更の印象が強かったためにあまり知られてはいないが、 互換性の保持が重視されており、M42 レンズを使用できるようアダプターが角に用意され、使用が公開された、ユニバーサルマウントでありリコーなど、他社のカメラレンズにも採用された。また近年に登場した絞り感を廃止したレンズを、除けば最新レンズ群である、FA レンズであっても、初代の K シリーズ機で、使用可能、初代 K マウント機の一つである、 アサヒペンタックス KX の絞り直読みも可能な仕様である。ブランドは長年にわたって親しまれてきたタクマーと決別し、新たに SMC ペンタックス、SMC ペンタックスを冠した。初代 K マウント用レンズ群。バイオネット式の初代 K シリーズカメラの登場に合わせて用意された。初代ゆえに特別なシリーズ名は付けられておらず、便宜上 P e レンズ。 軽レンズなどと呼ばれることが多い。その多くのレンズ群は、従来の S、タクマーレンズの光学設計を踏襲しているが、標準フィルター系拡張、FI49mm、52mm に伴い、新設計のレンズにおいては大型で重いレンズが多い。ほぼ1年後に新設計の M レンズ群が登場した、ため短命に終わったレンズもある。通称 M レンズ。 小型軽量設計の M シリーズカメラの登場に合わせ、その多くが小型軽量化を目指し新規設計された。フィルター系も多くがファイ 49mm となっている。機能的には P シリーズと変わらない。ペンタックス発のオートフォーカスカメラペンタックス ME-F にのみ採用された軽マウントに対応するオートフォーカス機能対応レンズ。後に登場する。 F レンズ以降のものとは異なり、レンズ側に駆動用モーターと電池ボックスを搭載する方式。肝心の実用面では、交渉速度や携帯性などを含めまだまだ大きな課題が残されてを一種類のみの発売で終わった。通称 A レンズ。新規の K マウントに対応し、さらに新コーティングを採用したレンズ群である。見た目上は K、M レンズ群と、 類似するが、絞り機構の精度の向上のため、絞り機構が大幅に見直しれて、新設計され、対応機種ならば、絞り感に追加された A ポジションに設定すると、レンズの絞り値をボディ側から制御でき、これにより、シャッタースピード優先自動露出、TB オートロやプログラム露出が可能になった。このシリーズより、プラスチック外装が標準となる。モノコーティング仕様で、 SMC の付かないレンカ版やコスミカやタクマーブランドで登場したもの、後述する FA シリーズのリリース後に FA とほぼ同一のデザインを採用したレンズもある。通称イレンズ。ペンタックス発のオートフォーカス式、本格システムカメラである SF シリーズボディと共に登場。新たなオートフォーカス機能を実装した K マウントに対応した新時代レンズ群である。 レンズ側にロムチップを搭載し、電子接点とカプラーが追加された。外装デザインは SF シリーズ一眼レフカメラと共通の従来のイメージを一新するものであったが、多くのレンズは従来の A レンズの光学設計を踏襲し、コーティングを変更して回レンズ化したものであり、焦点距離のラインナップもほぼ同じであった。共同の各数値を示す文字が掘り込み処理されていたり、 それが派手な色分けをされていたり、フィンガーポイントがついていた。モノコーティング仕様で、SMC のつかないレンカ版や、コスミカや、タクマーブランドで登場したもの、後述する FA シリーズのリリース後に、FA とほぼ同一のデザインを採用したレンズもある。通称 FA レンズ、Z シリーズの登場に合わせ、従来の F レンズをより、オートフォーカス仕様に最適化したデザインに変更し、 さらなる機能拡張をしたレンズ群である。新たにレンズ内蔵ロムチップにレンズの MTF 値データなどが追加された。また Z シリーズより採用された新マウントである K マウントで追加されたパワーズームをはじめとする各種ズーム補助機能に一部のズームレンズが対応した。かなりのロングセールスになり時期によってデザインが大きく異なるのも特徴である。初期の FA レンズは 大型のボディである Z シリーズに合わせて、広角性能を最重視し大型共同のものが多く、また共闘が金属製の機種も存在した。しかし、小型軽量ボディである MZ シリーズが主流となるとそれに合わせて、レンズも小型軽量化され、花型バイオネットフードの採用や、オートフォーカス機能の高速化などに重点が置かれようになった。型番に AL が入っているレンズは、 ハイブリッド非球面レンズを使用していることを示す。通称 FAJ レンズ、ペンタックスイストと共に登場した。絞り感の省略、プラスチックマウントの採用、樹脂非球面レンズの採用など、コストダウンとさらなる小型軽量化を図った、新時代の途方化スレンズ。単焦点レンズは存在せず、安価なズームレンズばかりのラインナップだった。 K マウント実装機種は、ボディ側による絞り制御が可能であるのにもかかわらず、ボディで絞り値を直接制御できる機種が少なかったため、フルスペックで使用できるボディが限定されてしまった。通称 DA レンズ、s t ィ d シリーズに搭載されている、撮像素子専用に、最適化した、光学設計と、コーティングが施された、ペンタックス発の K マウントデジタル一眼レフカメラ。 専用レンズである。外装デザインは FAJ レンズを踏襲し、絞り感の省略も継承されている。24-36mm ライカ版のフィルムカメラには、イメージサークルの違いや絞り機能の問題から、使用不可とメーカーアナウンスしている。オートフォーカスモードのままピントリングのマニュアル操作ができる、クイックシフトフォーカスシステムが、ほとんどのレンズに搭載されている。また、 レンズ大一面に汚れがつきにくく落としやすくした SP コーティングが数多くのレンズに採用されているほか一部の高級レンズにはレンズの反射光を低減し光の透過性をより高めたエアロブライトコーティングや HD コーティング等の技術が採用されているレンズあるいは型番に O が入ったレンズは防塵防滴構造を型番に WR が入ったレンズは 簡易防的構造をそれぞれ採用している。オートフォーカス機能の対応については、既発売の K マウントデジタル一眼前ボディに、オートフォーカス対応するボディ内、モーター方式の K マウント、レンズ内にオートフォーカス駆動モーターを内蔵した、K マウントと K マウント、およびレンズ内、モーター方式で絞り駆動機構を電磁式にした、K マウントがある。通称 DFA レンズ。 24-36mm 内火版のイメージサークルをカバーしながらデジタル一眼レフカメラに最適化された光学設計、コーティングを施された。DA レンズ同様、オートフォーカスモードのままピントリングのマニュアル操作が可能なクイックシフトフォーカスシステムを採用している。最初期に発売された2本のマクロレンズ以外は絞り感が省略されている。 ボディ側のマウント規格は、合計七十二点零ミリメートル、フランジバック八十四点九五ミリメートル、主に広角望遠レンズ用の内爪マウントと、超望遠レンズ用の外爪マウントのダブルバイオネット、式になっている。アサヒペンタックス6七と、その外観をマイナーチェンジしたペンタックス六十七および、絞り優先 AE と多分割速攻の機能が、搭載された。 ペンタックス67-2で交換レンズが使用可能。初期の SMC タクマーレンズでも67-2の多分割速光が機能する。最初に発売された時はカメラの名称はアサヒペンタックス67であり、レンズ名称はタクマー、スーパータクマーであった。マルチコートされた SMC タクマーに切り替えられた。原則ペンタックス名に切り替えられてからも、 そのままカタログに掲載されていた SMC タクマーレンズもある。ペンタックス67以降に発売されたレンズ。同スペックのタクマーレンズで外観をマイナーチェンジしたものもあるが、光学系を新規設計したものが多い。ボディ側のマウント規格は、合計 72.0mm、フランジバック 70.87mm、ペンタックス645。 オートフォーカス対応の Pentax645N と、そのマイナーチェンジ版の Pentax645N、および、中盤デジタルの Pentax645D と 645Z で、使用可能な交換レンズが用意されている。Pentax645 と共に登場。マウント内側にマルチモード用の接点が、設けられており、シャッター優先 AE や、プログラム AE にも対応している。 645N と 645N のボディ内、モーターオートフォーカスに対応したレンズ。645にもマニュアルフォーカスレンズとして使用できる。光学系を中盤デジタルに最適化したレンズ。6 4 5 m マウントのレンズでは絞り感が省略されている。イメージサークルを 645D と 645Z の撮像素子に最適化したレンズ。 絞り感は省略されている。645シリーズのフィルムカメラでは実質使用不可。2011年6月に発表された Q マウントは Pentax 発のノンレフレックスカメラ PentaxQ に合わせて作られた。高画質を追求した交換レンズ。メカシャッター、自動絞り、オートフォーカス機構、ND フィルターをすべてのレンズ内に持つ。小型軽量。 リーズナブルな交換レンズ。マニュアルフォーカスレンズシャッターなし、絞り固定。オート110の絞り機構はカメラ本体側にあり、レンズ側にはない。絞り値はすべて階2.8で統一されている。レンズはすべて単層コーティングであり、マルチコートを示す SMC の文字は入っていない。ライカマウントレンズの一覧ペンタックス参照。スターレンズとは、 その妥協のない光学設計と厳しい撮影環境に耐えうる剣道性が確保されているプロ用とも考慮された高級レンズ群である。そのため、大口径でかつ妥協のない性能を最重視した贅沢な光学系が採用されている。K マウント機用と67用の M レンズ群により、始まり、後に645用目あり使用プラットフォームの n ズ群に合わせて、 シリーズ展開された。最新の DA シリーズ、DFA シリーズでも展開されている。K マウント機用の FA レンズ群には AF、m f アンタッチ切り替え式フォーカスリングが採用されているのに加え、ズームレンズには電動ズーム、パワーズームが採用されており、実用面にも細かい配慮が施されている。DA レンズ群、DFA レンズ群はてレンズ内モーターを採用し、 加えて、防人防的仕様、O である。小型軽量と機動性を標榜する、ペンタックスレンズ群の中では、サイズも大きく重いが、その性能に対する信頼性は高い。リミテッド、リミテッドレンズとは、アルミの削り出しで作られた質感への高いこだわりを持った小型高級高性能ブランドレンズ群のことで、ある。2019年5月現在。 35mm 版用の FA シリーズとデジタルカメラ向けの APS c 版用の DA シリーズが存在し、コンセプトの相違はあるものの、両シリーズともに所有する喜びに重点を負い、作られているのが特徴である。また、レンズのキャラクターに合わせ、レンズごとにそれぞれ異なる構造のレンズフードを採用している点も特徴の一つである。2019年5月現在、 FA に三種類、DA に六種類設定されており、どちらも、ブラックとシルバーの二色展開されている。三十五ミリメートル版用の FA リミテッドレンズは、MZ シリーズ以降の小型軽量化路線に伴い登場した、新たな高級、高性能ブランドレンズである。妥協なく、高学生能重心一辺等であった、レンズシリーズとは異なり、小型軽量でありながらも、描写の味と、 所有する喜びをコンセプトに作られ、アルミ削り出しによる共同や、FA レンズ群、FA レンズも含むから省略されたマウント指標が、尻尾や機仕様となって復活するなど、旧来のマニュアルフォーカス機種のデザインを多分意識して、開発された、MZ-5、MZ-3 のために開発された。また、LX などの古い MF 機種での使用も意識、されていると思われる。 また他に類を見ない特殊な焦点距離は、プロカメラマンの経験や小型でありながら、明るさを維持するために結果的にそうなったものである。APS-C 汎用の DA リミテッドレンズは、エ s ティド i シリーズの小型軽量ボディに合わせて登場した、所有する喜びに加えて、遊び心をコンセプトに作られた新たなリミテッドレンズで、レンズを意識し、 明るさに重点に置いた 35mm 版用シリーズとは異なり、超薄型のパンケーキスタイルのデザインに徹底的にこだわって作られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。